ねえ、お風呂最高だ。最高なんだ。やっぱマッサージはなんかさ、手が熱い人の方がマッサージ気持ちいい。気持ちいいね。うん、ありがたや。極楽です。極楽浄土に。いや、相当硬いと思うよ。今行ってる整体でも、うん、あの、良かった時はないっていう。どうしてそう。なんかいつもこうリセットしに来るけど、そっから良くなる方法にはいけないよねって言われる。担当様めっちゃ面白い人で、うん、この間とうとう初めて携帯触りながら施術してもらって、うん、ようやく3分前ぐらいに急に電話かかってきて、すごい申し訳ないですけど携帯見ながら出たんですかねって言ったら、うん、あ、いいよって言われて、すいません、多分10分15分以内が解決するんでって。初めて携帯で仕事しながら。超キャリアウーマン。そうそうそう。いや、でもありがたいね、そうやってやらせてくれる。いや、もう本当にすいませんって言いながら。だって良くないじゃん、体に良くないことしながらさ、ね、いいことして、そうそうそう、それってさ、そうね。でもここ最近の悩みというか、どうやったら、うん、伊達ちゃんがもっと素敵に見えるだろうなって思ってる。伊達さんは女向けの方がするよね、多分。あー、そっかもね、うん、そっか、なるほどね、女向けすると思う、うんうん、女向けするコンテンツやってみようかな。ん、いや、美佐子のさ、ファッション改善会はマジでやった方がいいと思うんだよね。すごい、本当に本当に運動と自由でいいからやった方がいいと思う。うん、なんか個人的に面白いと、私が私のことを面白いと思ってるのは、うん、まあ、みんなに結構その美佐子は綺麗めだって言われるのを、まあ、この 5,6 年ぐらいで、うん、ようやく自分で認めるようになったんだけど、なのにセンスゼロっていうの相当面白いなと思って。そう、素材をね、殺しまくってマジで、うん、でもそれが伊達ちゃんにはめちゃくちゃあって、ご飯も作れてセンスあって、お皿に行く。ああ、そうですか。あら、なんて言うんでしょう、普段使ってない骨と筋肉はね、あらぬ方向に。あ、そうですか。あはは、いや、いや、大きいでしょ。あはは、ぐるぐる、はいはい、おお、おおって、ああ、オッケー、はい、シーシー。なんかずっと大学卒業ぐらいの時からかな、
なんか模索してる夢があって、世界異文化交流と音楽と映像のこのトライアングルの中心になる仕事がしたくて、でもそれが何なのかがずっと明確じゃないんですよ。これでも結構ずっと言ってて、でもなんかそのためにやっぱり映像をちゃんと学ばなきゃと思って、まあ、仕事にしてみたいな、その音楽ではでもまず食ってかなきゃいけないから音楽やんなきゃみたいな。そんなで動いてきたけど、その三角の中心って何があるんだろうみたいな、どんな仕事があるんだろうみたいな思ってて、でも確かにそれって YouTube はできるんだよね。明日起きたくないな。さんがこれ持ってんの面白くない？どうしよう、一人で撮ってさ、YouTuber ですっていうの初めてだよ。どうじゃん。あ、YouTuber? Yes, I'm YouTuber. やばい、爆弾。Please register my channel. 英語できるほどに片言っていう。不思議な現象が。OK。では、行きましょう。バイバイ。駅に、はい、はい。